株式会社シグマオートモーティブは自動車のアフターパーツや船舶等の製造販売を行うメーカー。創立1972年。世界三大レースであるルマン24時間レースに初めてオールジャパンで挑んだ企業。株式会社サード、株式会社ブリッツ、株式会社シグマ商事の母体となる会社である。1972年にレーシングチームとして設立された。 株式会社シグマオートモーティブ。創設者の加藤真はもともとトヨタの中でもモータースポーツを担当する第7技術部に所属しており、1960年代の日本グランプリに参戦したトヨタ7などの開発を担当していた。加藤真はトヨタ自動車販売株式会社社長を務めた加藤茂之の次男。シグマオートモーティブは 当初からルマン24時間レースへの出場を目指すと、同時に、富士グランチャンピオンレースへの参戦をも狙った、マシンとしてシグマ MC73、マツダを開発。エンジンは、加藤のつてを頼り、トヨタから供給を受ける予定だったが、マシン完成間近になってトヨタからエンジン供給を断られたため、急遽マツダから、 ロータリーエンジンの供給を受けて1973年のルマン24時間に出場した。同社は翌年のルマンにも松田のエンジンで参戦した。この頃創立した株式会社 HKS に出資協力し、その証として社名 HKS の S はシグマオートモーティブであり、H は長谷川、K は北川である。1975年は MC75 にトヨタエンジンを搭載して、ルマンに参戦している。結局、初期のルマン挑戦は他チームに供給したシャシー代金を踏み倒されるという不運が起因する、財政難により3年で終了となった。とはいえ、この挑戦時に得た、ヨーロッパの自動車関連企業とのパイプ構築という、副産物は大きく、後にターボチャージャー製造の名門。 KKK 社の輸入総代理店となれたのもこれがあったからである。1981年自動車のアフターパーツ部門として立ち上げたブリッツブランドが分裂。後の株式会社ブリッツとなる。1985年にサードを設立。シグマオートモーティブのアフターパーツブランドであったブリッツブランドを失った代わりとしてサードブランドを立ち上げる。レースもこの頃から サードメギでの活動に切り替わる。現在では、スポーツボートメーカーとして、クリーバーの製造販売や、トヨタマリンの代理店、人材支援サービス等の事業へと展開している。AB 株式会社シグマオートモーティブ第48期決算、広告、ザ・ネクストーク、次の世界へサード代表取締役社長、加藤氏インタビュー。もた、2020年2月16日閲覧。 ありがとうございます。